死の周りを探す。で、ここに穴子っていうのがいるんだけど、わかる？私、おめでとう。まず穴の中をこうずっと見て、穴の中に発見しました。こういうちょっとしかわかりません。で、櫛を使ってこのひっついてるやつを剥がせるとってください。じゃあ、ここから始まって、これ穴子を取ってみよう。色、色たくさん取ったら3500円になります。3500円。じゃあ、くれるの？そう、けど、今日はそんなに取れないと思います。穴子は石の周りにいます。で、ここは爪みたいだから、多分種子島では爪になっていったんじゃないかなと思います。いいです。これ少しみんな食べると苦いかな、苦い味がします。ちょっと本命もあるんじゃない。で、これコロビジョン、僕はグリーンです。これも石の上、石の上や石の周りにいます。待って、中で、これも苦い。本当の名前は花丸ゆきって名前です。これも花の中にいます。はい、これは紫、これ石をひっくり返したときにいました。これ石の裏にしかいません。これは聖カレガシマでは聖と言います。台湾ガザミって名前です。わかんないのかね。これは石の、石をひっくり返したら、こういうのが結構たくさんいます。本命は穴の中にいます。で、本命はイボアナゴっていう名前です。おいしいよ。これ美味しい。ちょっと硬いけど美味しい。針が長くて刺さると毒があります。で、大した毒じゃないんだけど、ちょっと寝るときにズキズキして寝てないから。あのテントの中に。
持って帰るんだって。これは食べられる？食べられると思うよ。外れちゃったよ。自分で入れる。いいな。ねえ、まさか何も持ってない。待ってよ。いや、それちょうだいね。やりたいけど、一体的に持ってきよ。マスコさん、はい、ありがとう、はい、ありがとう。行く、よいしょ。あ、ウニ取れる。取ったことある。自分の話を覚えておかないと。覚えてる。何するの？え？何するのってね。これ一回でガッてしないとひっつくよ、岩に。いいよ。食べれるかな、これ。取れた。やったー。はい、花ちゃん。はい、取りました。イエーイ、取ったー。なんとなく単数数ボタン。割れた。勝ったら取れない。取れないじゃん、しんすけ。嘘つきで。うわ、殻が折れてる。あら、いいね、別に。いいの？うん、いいんだよ。俺だって殻とか割れてる。取れないよ、これ。取れる？うん、ほら、うるさい。ちっちゃかったね。なんかいた。でかいし、グラスが。おしゃ、シーグラス取った。あ、欲しかったな。取れちゃった。それそう、木工ってやつよね。どれ？木工班っていたよな、そういえばな。木工班？どっか俺もう一ついたような気がしたんだけどな。いなかった？ダメ、話したら話しちゃダメ。話すね。もっとっから話す。うわぁ、死んだんじゃない？死んだんじゃない？もっと2人いるじゃん。待って待って待って。はい、そうです。よくやりました。また死んだしにしてブック3匹目。取れない？頑張れ。どうやってすれば串が入って取れるか。あ、よし、やりました。はい、取れました。はい、よかった。